長崎自動車この車は、その後廃車となり、現在は、他社にいて、貸切車として使用を置いたバス、大分交通動車運行の、豊野国と共通仕様である。サンライト号は、長崎県長崎市と大分県別府市、大分市を結ぶ高速バス路線である。豊野国号と、同様、大分自動車道の全線開通を見据えて、開設された路線である。 それまで長崎と大分の間は、熊本経由で、一般道とフェリーを使った九州横断バスが運行されていたが、本路線の開通などにより、規模を縮小、長崎と大分の間は直通しなくなっている。当路線は、長崎県交通局、長崎自動車、大分交通、大分バスの4社が共同運行している。運行開始当初は、 中間の経由地を営業エリアとする亀の井バス、北バス、西日本鉄道を含めた7社で運行していたが、西鉄は運行開始数年後に撤退し、亀の井、北は2015年6月30日をもって運行から撤退した。また、かつては、長崎市内から別府まで、無停車で結ぶスーパーノンストップ便、長崎県内と大分県内間の主要停留所のみ、 停車するノンストップ便、経路上の佐賀、福岡県内を含む高速道路上の多くの停留所に停車しながら、両都市を結ぶ確定便の3系統があり、系統によって担当会社が異なっていたが、2015年7月1日のダイヤ改正において全便停車地が統一された。この新ダイヤでは佐賀県内に停車しなくなるなど、従来の確定便より停車地が 大幅に削減されたが、ノンストップ便、スーパーノンストップ便によりは、停車地が増加している。大分市内における、長崎川事業者の待機、休憩、整備は、長崎県交通局はだいぶ交通大分営業所で、長崎自動車は、大分バス大分中央営業所で行っている。逆に、長崎市内における、大分川事業者の待機、休憩、整備は、 い部交通は、長崎県交通局長崎営業所で、大分バスは本路線の運行に関与していない、西小江バス長崎営業所にて行っている。また、長崎自動車は、窓口業務を行っておらず、運行から撤退した亀の井バスは、窓口業務のみ引き続き取り扱っている。座席は予約指定制。太字は停車停留所。 全便長崎駅前松原間を呼び、鉄輪口大分新川間のみの相互利用は不可。1日4往復。長崎発、大分発とも、午前中2便は、出発地側の運行会社、午後2便は、反対方向側の運行会社が各1便ずつ、担当する。ありがとうございます。